ハインリヒ・ワー・リター・フォン・フェルンジー1831から1881ハインリヒ・バウラ・フォン・フェルンゼーは、チェコ生まれのオーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦に、植物学者、探検家である。多くの航海で各地の植物を採集した。ブルノに、粉屋の5人兄弟の罰子に生まれた。1849年から1855年の、 間、ウィーン大学で医学と植物学を学んだ後、1855年12月にオーストリア・ハンガリー帝国海軍に入隊し戦意を務めた。この時代の艦隊司令官はフェルディナント・マクシミリアン大公であった。1878年に収集した膨大な標本を整理するために海軍を除隊した。バウラの参加した航海には以下のようなものがある。 パイナップル科のフェルンセイア族に懸命されている。ワーは植物の学名で命名者を示す場合に、ハインリヒバウラホンフェルンイを示すのに使われる。ありがとうございます。